皆さんこんにちは、小橋です。田村です。はい、今日のテーマなんですけれども、中学受験の英語入試実施校がこの8年間で10倍になったと。一方でそれでも御三家クラスの学校が英語入試を取り入れない理由は何なのかということについて、うん、面白い記事が上がっておりましたので紹介したいと思います。はい、まあ、実はですね、今小学校で英語は必修化されてるんですね。まあ、すでに保護者の方なんかはご存知かもしれませんけど、今結構ね、大人の方からするとマジっていう風に思う人も多いかもしれません。そうですね。で、実際ですね、その小学校の時に英語が導入されているから、中学受験でも英語をね、まあ、使った入試を導入しようっていう風な、まあ、そういう動きがあったり、まあ、選択科目に入れていこうみたいな動きがあったり、まあ、そういう動きがあります。はい、一方でまだまだ御三家クラスでは英語入試が導入されていなかったりもします。その辺について面白い記事となっておりますので、まず一部先に引用してみたいと思います。はい。首都圏模試センターの調べによると、2022年度入試で何らかの形で英語入試を行った学校は146校だった。結構多くないですか？多いですね。はい。で、2014年度は15校だったので、この8年で約10倍増えたことになる。ね、すごいよね。すごい数ですね。うん、はい。そして英語入試に詳しい森上教育研究、森上であってるかわからないですけども、森上教育研究所のアソシエイトコンサルタント高橋さんは、社会的な背景が大きいという、ね、引用ですね。保護者は仕事を通じて今の社会で英語がどれだけ必要かを痛感しています。新しい学校では校名に国際をつけたり、また既存校もグローバルコースを設けたりして英語を重点的に学び、留学や海外研修のプログラムを増やしていると。まあ、これは皆さんも知っていると思いますね。そうですね。はい。そして、まあ、大学受験でもこれに関係がしていると。結果的に見送りになったものの、共通テストに英語の民間試験を課すことが発表された時には私立の中高が敏感に反応したと。うん。大学入試の観点から見ると、今は文系でも理系でも英語は重要、どちらに進むにしても英語が抜きに出ていれば有利です。進学実績を上げるためにも学校としては英語力のある生徒が欲しいのです。まあ、高橋さんの言葉ですね。はい。はい。まあ、実際ですね、民間試験の共通テストへの導入は見送られましたけども、はい。まあ、ぶっちゃけね、まあ、例えば立教とかもそうだし、うん、英検利用とかは増えてますからね。増えてます ね。慶応もこの間英検利用を入れるっていうふうに言いましたね。そうですね。はい。うん。あとやっぱこう推薦とか使う人は英検の点数というかスコアが条件だったりもするので、まあ、正直英検に、ね、こう向かっていく力っていうのはどんどん強まっていると思いますね。そうですね。はい。同研究所の代表森上さんですかね、によると、帰国生の入試に該当しない生徒を取り込みたいという学校の思惑もあるということなんですね。うん。私立中学校の帰国生入試の受験資格は概ね海外在留1年以上、帰国後3年以内というのが平均的な条件になっている。まあ、つまり資格に該当したいものの高度な英語力を身につけている帰国子女やインターナショナルスクールに通っている児童などがターゲットとなるということなんですね。なるほど。はい。まあ、確かに帰国生枠じゃなくてですね、一般の枠なんだけれども、まあ、そういう、まあ、英語ができる人っていうのを取り込めたら、まあ、ベターだなっていうふうに考えているんだと思います。なるほど。はい。英語入試の実施方法は学校によって様々だ。必須科目の一つとして国産 A などのように他教科と組み合わせたり、あるいは選択科目として選ばせたりする方法もある。まあ、これ最初に言った通りですね。はい。はい。ペーパーテストだけではなく、英語を使ってゲームをしたり自己アピールを英語でしたりするなど、アクティビティ形式に寄せている学校もあります。はい。はい。英検などの資格を専攻に利用する学校も多い。うん。点数として換算したり、英検2級、3級の資格保持者には英語試験を免除したりするケースも。最近増えているのが2科、国語と算数ですね。うん。そして4科、国産理社の合計に英検の9に応じて5点や10点を加算するというやり方だ。うん。国立の筑波大学附属駒場と筑波大学附属でも2022年度入試から志願者の報告書に従来の8科に加えて英語を追加したということなんですね。うん。はい。入試レベルももちろん学校に差があるということなんですよ。英語入試を課している学校の先生方に聞くと、受験者の英語レベルは年々高くなっており、英検2級程度の受験生が増えていると話しています。いや、すごいね。すごいですね。もう大学受験生じゃん。そうですね。英検2級って言ったらそうですよ ね。大学受験でも使えますもんね、一部。うん。しかも慶応湘南藤沢や広尾学園のインターナショナルコースアドバンストグループでは準1級程度の問題が出題されるというね。一方、2022年度入試より江戸川学園取手が英語を教科型と適正型入試の必須科目にしたことで注目された。サピックスの教育事業本部本部長、ね、平野さんという方ですね、次のように話しているということですね。はい。まあ、この方すごい方なんですけど、まあ、それはいつかまた話します。はい。このサピックスの本部長の方が言っているのはこういうことです。これまでの英語入試は難易度が高く、英語が得意な受験生によって英語を選択できることで受験しやすくなるという役割も担っていた。それが受験生全員に英語を課す新しい入試が始まったと言えると。江戸川学園取手の英語入試問題は小5、6で習う内容に準じており、難易度はそれほど高くなかったようだ。受験生の平均は、平均ですよ、はい、
50点満点中46点。合格者はほぼ全員が満点近く、差がつかなかったという。すごいですね。ね、同校入試担当の遠藤先生、ね、曰く、小学校の教科として必修化されたことを受けて、2022年度より入試に取り入れました。英語に興味関心を持ち、かつ小学校の授業を大切にしてほしいという本校のメッセージ。20分のリスニングの試験で特別難しい問題ではありません。楽しんで挑んでほしいと話すということなんですね。なるほど。はい、一方で、御三家クラスの超難関校は、今のところ英語入試を取り入れる気配はない。四科入試の対策は小学生にとってハードです。御三家クラスのレベルで英語を課すと、受験生にとって相当な負担になる。しばらくは四科で行くのではないでしょうかと。ね、先ほどのヒロンさんもこのようにお話しされています、うん、英語は海外生活体験の有無などで家庭環境に差がつきやすい教科で、中学入試段階で入れてしまうと英語だけで勝負がついてしまう可能性もゼロではありません。現時点では今までのように4科で思考力や表現力を判断したいのではということなんですね。なるほど、はい。まあ、記事はこれで終わっているんですけれども、はい、結構ですね、これ面白い取り組みというか、一個注目しなきゃいけないなっていうポイントだと思うんですよね。そうですね。だ、本当のトップ校というのは、うん、さっき言ったようにまあまあ御三家レベルとかね、そういうところでいわゆる英語の試験を課してしまうと、まあ、当然それに対してめちゃくちゃ対策するでしょう。しますね。ね、ってことはそれこそ小学生にとってもう英検2級は当たり前、確かにね、英検準1級レベルの問題が出るみたいなことまで、まあ、正直言っちゃってもおかしくないわけですよ。いや、そうですね、確かに、うん、で考えると正直受験戦争がよりハードになるというのがまず一つ なりますね。これは絶対 でしかも要は差をつけなきゃいけないんだよ、問題なんで ね、はい、そうですね、差をつけようというふうに考えると、その結局帰国生が有利になっちゃうので、もちろんそうですね、そう、今までのその英国理社のバランスが、うん、まあ、崩れてしまう可能性もあると言えると思うんですよね。そうですね、はい、なのでそれが多分本当御三家レベルまでいくと、まあ、ハードルなのかなと。ただいわゆる中堅校とか、まあ、中上以降、まあ、中堅校といっても中学受験の中堅なんで、はい、一般的にはレベル高いですけど、そうですね、はい、あの、まあ、中堅とか中上以降においては、まあ、例えばさっきの江戸取りみたいに、まあ、別にいいじゃん、みんな9割以上取れてもみたいな、うんうんうん、例えずできるかどうかチェックしてるよみたいなね、そういう形で導入しても、まあまあまあ問題はなかったりするかもしれないし、確かに、あとやっぱり学校としてもね、英語できる子は欲しいじゃないですか。もちろんそうです ね、だって大学受験で一番大事なのは英語だからね。もちろんそうですね、これはそうなんですよ、はい、なので、まあ、そこができる人が欲しい、ね、そういう生徒さんが欲しいっていうのは、まあ、至極当然なことで、うん、まあ、だからこそ今まで帰国生入試をやっていた学校も多かったけども、あえてその先ほどね記事にもありましたが、まあ、帰国生という形ではなく一般なんだけど英語が得意な子が受かるみたいな要素を、うん、まあ、盛り込むっていうのは、まあ、結構ありなんじゃないかなというふうには思ってます。そうですね、はい、ただそれは学校の視点だよね。学校の視点、確かに、うん、あのこれ勉強する本人やご家庭からしたらもう大変なことだよね。きついですね、これは。きついよね。もうより幼児教育というか、もう小さい頃からとにかく英会話スクール入れてみたいな、そういうのがすごい過熱、より過熱しそうな気がしますよね。本当そうなんですよ、うん、でそれこそね、僕の知り合いでもやっぱりお子さんをインターに入れたりとか、はいはいはい、あとはやっぱり小さい頃、別にまだ小学校も行ってないのにさ、うん、そのね、おお家にお邪魔したらさ、はいはいはい、あの英語のさ、あのなんかテレビアニメ見てくるわけよ。なんかまあすごいよね。すごいですね。あとなんか、はい、まあ、これはお邪魔したわけじゃないんだけど、聞いた話でね、100万円ぐらいするあのディズニーのさ、英語セットを買ったとかいうご家庭がね、いっぱいいますよ、周りに。皆さん大変な思いですよね。そうですよね。これやる方もやられる子供側もみんな大変ですよね。そう。でしかも、うん、だって普通に考えてさ、小学校で英検2級とかハイレベルすぎるでしょ。ハイレベルですね。でしかも、うん、しかも他の算数国語とかやるんだよ。はいはいはい。きついっす、きついっす。小学生かわいそうですね。そうそうそう、幼稚園生というか。そうそうそう。なんか小学生なのに大学受験より勉強してんじゃねえかみたいな。確かに。そういうレベル感になってくるよね。そうですね。あと、まあ僕が思ったのはやっぱこれ教育格差を見ますよね、これが導入されると。そう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 。というのもやっぱりその、まあ、こういう今大学受験でもそうですけど、英語を取り入れようっていう動きってやっぱり減速しないというか、むしろ増えてるじゃないですか。うんうん、なので、まあ、もしかしたら御三家が将来この英語を入れるっていうことをする可能性はなくないと思うんですよね。うん、そうだね。ってなってくると、やっぱさっき小林さんが言った通り、もう本当みんな小さい頃から、まあ、そのいわゆる環境を子供のために準備してあげたりとか、そういう方が増えてくると思うので、逆に言うとそれができない方ですね、金銭的に。そうだね。そういう方とのすごい学力差というか、そういうものが広がりそうな気がしますよね。そうですよね。だから単純に考えてさ、うん、例えば今ね、国語、算数、理科、社会って4教科塾に行くとするじゃん。そうですね。で英語が本当に必須になったらさ、例えば早稲田とかサピックスとか日農研も英語入れるよね。入れますね、絶対。ね、それで5科目になるじゃん。なりますね。ってことは宿題も何、4分の5倍、うん、授業料も4分の5倍ですか。確かに。でそういう話だよね。そうですね。で下手したらさ、
ね、英語なんて最後追い込みかけなきゃいけないから、うん、家庭教師つけてみたいな。確かに。いやもう大惨事というか大変ですよね、本当に。確かに。だからその、まあ、学校側としてはさっき言ったように、まあ、妥当というか、うん、まあね、そういうのも分かる気持ちはめちゃくちゃ分かるんですけど、やっぱ受ける側は受ける側でね、うん、相当大変なんじゃないのっていう。いや相当大変ですね。下手したらなんか留学プログラムみたいなすごい高額で用意する塾も出てくるかもしれないですね、うん、夏休み1週間海外に行こうみたいな、英語つけようみたいな。まあまあまあ、海外に行くかは分かんないけど、でもなんか英語合宿ぐらいありそうだね、はい、ありそうですよね。どっかで山中湖ぐらい行ってさ、はい、なんかもうね、24時間かける3日間72時間英語漬けみたいな、ね、はいはい、もう英語しか話せないみたいなまあ今でもあるっちゃあるけどね、はいはい、まあ、でもそういうのも確かにね、本当だから小学生もさ、うん、なかなか大変な時代ですよ。いやそうですよね。僕の頃なんてそんなにまだね、うん、英検取得が盛んじゃなかったんで、確かに僕が中1の終わりに準2級取ったらすげーって感じでしたもん。はい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 、はい、すげーって感じだったけど、うん、今やさ、それこそうちの塾生でもさ、うん、中1で入ってきて2級ですとかいるもんね。もうザラにいますね、いらっしゃいますね、はい、すごすぎるのよマジで。全体的な英語上がってますよね、記事も ありますけど、本当にすごいよ、はい、確かに、うん、でしかもそのさ、小学校で英検2級がさ、めちゃくちゃ天才とかじゃないんだよね、うん、確かに。そう、なんかまあまあまあ頑張ってるねぐらいにさ、どういう小1から小6過ごしてきたのみたいな。いやそうですよね。そう、昔なんて小学校の時なんて本当しょうもないことばっかりしたけどね僕なんかね、まあ、塾は行ってたけどさ、なんか放課後友達とわけはなんか関係りとか言ってさ、空き缶蹴って遊んだりとかしてましたけどね、はい、サッカーやったりとか、ね、はい、野球やったりしてたけど、はい、今の子も勉強なんだろうねきっとね、缶詰なんですかね、いわゆる英才教育というか、いろいろつけてできる家庭は本当にね、その良し悪しはねあると思 う、うん、確かに向いてること向いてない子絶対いますよね。いるね、いるしさ、でもわかんないな僕は。その結局さ、じゃあその中学受験でね、その頑張って勉強するってことはすごい大事なんだけどさ、はい、多分将来の学歴にも関わってくると思うんだけどさ、そうですね、そう、まあ、受験屋さんが言っちゃ、これ言っちゃもう終わりなんだけど、はい、じゃあそこまでしてね手に入れた学歴と、まあ、ある程度のびのび生きてきてね、うんうん、手に入れる学歴どっちがその人の人生にいいのかなって結構ね、むずいよね。そうですね。でもね、でもそれってマクロで言ってるからそう言えるのであって、確かに例えば自分に子供ができて、うん、で一人っ子との長男か長女ができてさ、うん、でね、うん、小学生ですみたいな、で周りの子がねなんかディズニーとかやってて、まるまるちゃんって塾に週に4回行ってるんだってとか言って、私どうすんのとかね、俺どうすんのとか言ったら、いやお前も行ってこいって言いたくなっちゃうよねまあそうですね、親はね。確かに、うん、だからそれは本当ね、僕らは偉そうにマクロで語れるけど、うん、まあ、保護者の方からしたらもう大事なね一人一人のお子さんだからね、うん、そりゃね手かけたくなるっていう気持ちはねめちゃわかるんだよね。そうですよね。そう、そして学校の思惑もガチッと合致してて、はいはいはい、ね、英語やりましょうって言ってきてるわけだから、時代がそういう風になってますよね、英語頑張ろうぜみたいな。だけどまああんまりちょっとねこれ加熱しすぎは怖いなとは思う。確かにそうですね、うん、だからまあ今回の記事の最後にもあったように、やっぱ御三家クラスはもうちょっと4課で様子見っていうのが、僕はまあ世の中的にもそうしていただきたいなっていう気持ちはあるね。そうですね、うんうん、はい、まあ、というわけでね、ちょっとまあいろいろ難しいですけどね、結論出にくいんですけど、うん、まあ、一応ね記事の紹介と、まあ、意見表明ということで動画にさせていただきました、はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。